よび、それを原作とした映画、ドラマ化作品である。矢野明は孤児だったのを拾って営業部長にまでしてくれた有村社長の殺人罪容疑を身代わりになって行方をくらます。有村社長は矢野の妻子の面倒を見ると約束しながら休止してしまう。社長の息子、常ねは、本当は社長が犯人と訴えても取り合わず、残された妻、よしこは、 息子、淳一を抱えて、世間の荒波に翻弄されるのだった。1936年10月4日に、前編、同年10月29日に後編が公開。松竹絹は配給。キャストスタッフ主題歌1956年5月25日、公開。松竹配給。キャストスタッフ1967年6月10日、公開。松竹配給。 キャストスタッフ1966年6月13日から12月2日に ABC テレビ映画枠にて放送された。キャストスタッフ主題歌1971年8月30日から10月29日に TBS 王愛の劇場枠にて放送された。キャストスタッフこの記事は以下のカテゴリーでも参照できます人妻椿前編に関するカテゴリー ひとつまつわ気に関するカテゴリー、ありがとうございます。